はい、どうぞ。ショーチャンネル。今日はどこですか？今日は名古屋市大須に来ました。はい。歩いてみますか。飲んでみましょう。というか全然違う場所。タピオカの場所全然違うよ。違うじゃん。ねえ、マスクは見て見て、椎茸に乗ってるあの人の頭、ま、椎茸、はい、椎茸にゲンガーだよ、あれイケモンやん。どこ行ってみますか？どこ行きましょう。今日古着屋さん、古着屋さんみたいよ。じゃあ古着屋さん行こう。古着屋さん行きます。レッツゴー、レッツゴーやって。ちょ、見えないですよね。レッツゴー。頑張って。それなんですか？真っ赤。真っ赤なセーター。カシミヤ 100%。クリスマス限定。クリスマスカラー。カシミヤ気持ちいいもんね。これにこの3本かぶったらクリスマスじゃん。350円する。うん。買おうよ。どれがいい？黒。黒？これ？うん。あよあよあ、洗える。洗える。どれにする？元祖行こう。そっちじゃなくて。元祖行こう。元祖どこですか？グルテンフリーだって。米粉パンがなんだろうね。ホールフリー、何そこかな。米粉だって。どうすか？うん、美味しそうだよ。食べる？うん。な、うん、待って、見て。じゃあタピオカ行こう。こっち行ってみますか？ペンギンカフェ。ここは前からね。うん、何食べる？ペンギンが住んでんの。ペンギンがあるかな。なわけないじゃん。そんなの法律が認めない。法律が認めない。そっか、ペンギンの小物がいっぱい置いてあるやん。そうそう、人がペンギンみたいにコスプレしてるかも。ひめくんから不在着信があった。これ昔ここ自動車屋さんだったんだけど。危ない危ない。あ、違うか、あれは元祖来た。はい、どうぞ。クイックリ、はい。出た。今から何、どうするんですか？今から元祖タピオカを食べに行きます。タピオカブームの火付け役、僕らの青春時代の頃の、でも十何年ぶりの。確かに。まだやって、ここで3人でさ、友達3人こうやってこうやって写真撮っとるもん。ここでタピオカ知ったよね。そう、ここでタピオカ知った。仲間っぽりいいよね。うん、ミルクティー、ロイヤルミルクティー、スタンダード、スタンダード黒糖とかいいね。一番人気なの。うん、一番人気なの。はい、一番人気なの何ですか？パールミルクティーだって、おすすめ。ミルクティーベースがいい？ミルクベースがいい？ミルクティーベース。じゃあこのパールミルクティーにする？うん、でパールミルクティー一つください。サイズスモールで。で、何？微糖と無糖？微糖が一番甘い？一番甘いのと、どっちがいい？任せて。微糖。そんなに甘くない方がいい。微糖がおすすめ。じゃあ微糖で。微糖のスモールサイズ。はい。400円お願いします。はい。あ、これだけ。さあ、自分で刺したくて。刺せるんだ。そういう感じなの。あります？いいですよ。
どう？どうですか？ブーム後の久しぶりの十何年ぶりのタピオカ。うん。黒糖なのかな、タピオカが。そんな感じ？うん。おいしい？おいしい？うん。いただきます。これ逆かね。どう？どうですか？どうですか？うん。こんな感じなんだ。こんなんだったっけ？これ、これ、こんなんだったっけだね、ほんとね、うん、なんかじゃあ久しぶりにその公園でも行ってみます。反応に困っちゃうやつや、うん、デートっぽい青春台湾屋台だって。昔一回行ったことあるよ。すぐなくなってまうよ、これカラスがいる。ここ魚いたよね。あれいないね。タピオカを食べようとするとミルクティーも一緒に飲んでもらうもんで、すぐなくなるミルクティーが。あ、いた、来い。久しぶりのタピオカどうでしたか？うん、まあ、こんなもんかって感じ。チャンネル登録？まだまだ足りない。見た今私吹き出したの。今の格好